はい、おはようございます。ゼラフィルムです。ちょっとね、今緊急で動画を回しております。で、なんでこんな格好でね、緊急でお話しするかっていうとね、ちょっとあともう10分後にね、ここを出て職場の方に行かないといけないので、職場の方でね、今日はね、卒園式やるので、そちらの方に、ね、出席をしないといけないってことで、今緊急で動画を回しております。で、何をね、緊急で伝えたいかっていうとね、昨日ね、ツイッターのある記事で、こういうのがありました。ソニーウィルアナーアニューウルトラワイドレンズ発売3月22日って書いてますね。これ直訳するともうそのまんまなんだけど、ソニーから E マウントのズームレンズが3月の22日に出るよっていう噂されている記事なんだけども、これがねもう本当に待ってましたっていう感じで、なんで待ってましたかっていうと、僕はねずっとね今年買いたいものを、ランキングの中にソニーの 1635F2.8 の G マスター、それのねアップデートバージョンが欲しいっていうのずっと言ってたんだよ。おそらくこのレンズがその1635の GM2 なんじゃないかなっていう感じで思っております。それがねこう予告だと3月の22日に発表っていう風にされているので、かなりね、個人的にはワクワクしているので、こうやって動画を撮っております。で、このね、記事に信憑性を感じたのは、実は、僕がね、持っているレンズ、ソニーの 7200mmGMOSS2 のレンズを、ね、こう予告した記事のサイトでもあるんですよ。なので、このね、記事はかなりね、有力なんじゃないかなっていうふうに思います。いや、1635ずっと欲しかった人、これはね、かなりね、期待が高まってるんじゃないかなっていうふうに思います。いや本当にねこの春先ねかけて何かねレンズ出るんじゃないかなっていう風に僕も言ってたんだけど、いやまさかねこんな早い段階で 1635mmGM2 が出るかもしれないっていうことね、かなりねもうワクワクしてますね。もうねほんとねここ 1,2 ヶ月くらいねこう 1635GM が欲しくって、ラクマだったりソニーのサイトだったりはねもうずーっとねこうスワイプしてね見ても買っちゃおうかな買っちゃおうかなって思ってたんだけど、いや耐えてよかった。いやちょっとねこれ出たら本当に嬉しいですねっていうね、ちょっと緊急の動画になります。もうね 1635mmGM っていうとねもう言わずと知れた名玉なんだけど、このワイド角でいうね 16mm から 35mm までね撮れるっていうことで、もうこれ1本あれば Vlog、ポートレートなんか、あと作品撮り、物撮りなんかも全部がね撮れるレンズの1本になるので、もうこれはかなり欲しいレンズではありますね。これが本当にね 1635mmGM2 だったらねもう即予約しようかなっていうふうに思います。これからね春先にかけてねお花が咲いたりだとか、こうカメラを持ってね出かけたい季節になってきましたね。各メーカーからのカメラだったりレンズみたいなのがねたくさん出る季節でもあるので、もうカメラマンにとってはねかなり嬉しい季節の始まりなんじゃないでしょうか。春先にかけてね嬉しい報告ですね。このね記事にどんなレンズを期待しますか、あなたは。いやー素晴らしいね、レンズが出ることを期待しております。じゃあね保育園の方に行ってきます。ありがとう、見てくれて、バイバイ。